もこんにちは、ズミニアです。お世話になっております。今回紹介する選手は近藤大樹投手です。で、こちらの近藤選手なんですけども、一度だけ S ランクでの登場があったので、ヤクルト純正で持ってる人は限られてくると思います。ちなみに近藤投手は、我がヤクルトスワローズが日本一に輝いた2021年の前半戦の前半頃にセットアッパーとして活躍した選手で、球種の9割方がシュートというですね、シュートゴリ押し系のピッチャーでございました。ただ6月に肩の故障で、そこからですね、1軍での登板はなくて、今は育成選手として契約をしております。で、能力の方なんですけども、球種がシュート、カットボール、カーブ、フォーク、第2球種にストレートチェンジアップということですね。これ上方向のシュートはツーシームと全く同じ変化ですね。曲がり幅はおそらくツーシーム B くらいの幅になってます。特殊能力の方が伸び、大ピンチ、打たれ強さということで、まあおすすめとしては先発もできますが中継ぎの起用ですかね。で、大ピンチ発動でツーシームが A くらいの幅になるので、まあヤクルトにしてはですね、かなり貴重なタイプになっております。ヤクルトの中でもこれほど大きいツーシームは貴重ですし、スピリーグでも活躍してもらわないと困る選手なので、今回ですね、大会ルールで2試合投球シーンをたくさん見せたいので先発で投げさせていきたいと思います。さあ1試合目ですね。早柳さん、よろしくお願いいたしますね。いつもツイッターとかで反応してくださる方ですね。ちょっと見られてると思うと緊張するんですけども、さあやってまいりましょう。さあまず近藤投手なんですけども、ヤクルト純正相手ですとですね、ツーシーム、こちらを頑張りされてると思うんで、あえてストレートをまず投げます。 OK、 ナイスボール。で、まあツーシーム投げるときはですね、これボール球がいいですね。 OK、 ナイスボール。じゃあインコースにカットボールなんかもですね、チラ見せさせます。 OK、 もう一球いきます。 OK、 ナイスボール。3球勝負いっちゃいますか、カットボール。 OK、 さあ OK、 いいですね。さあとりあえずワンアウト。さあ2番雄平さん、怖いですね。引っ張り警戒、インコースカットボールいきますね。とりあえずね、おほほほ、うまい。いや反応がめちゃくちゃいいですね。いきなりカットボールの素晴らしい。 OK、 さあということでツーシーム、困ったらこの位置いきます。サンタナ選手広角出てないんで、外のコースもですね使っていきたいと思います。でこのあまり曲がらないフォークがですね、OK、ナイスボール。これも結構多投していく予定です。でツーシームですね、これ釣り玉です。やっぱりしっかり見られちゃいますね。なんでアウトコースに OKOKOK、 ツーアウト OK ですね。いやー、ヤクルト純正はですね、とりあえず抜け目のない打線ってのは間違いないんで、まあね、こう相手にするとやっぱ怖いですね。よし、オッケーオッケーオッケー。いやー、なかなかね、ツーシーム、カットボールのですね、インコースの反応がよろしいですね。ちょっと投げるときは慎重にいきたいですね、カットボールは。どうすかな、とりあえず。あー、これどう、伸びる、あぶねー。いやー、反応がいいですね。さあ、ということでですね、原樹投手はですね、おそらくスピリーグたくさん相手にすると思うので、しっかりですね、このスライダー、カットボール。で、あ、高速シュート。高速シュートも結構鋭いっすよね。この辺が結構ややこしい回転になってくると思うんで、まあ横の変化ですよね。で、時たまフォークも落ちてくるんで。あ、惜しい。いや、結構原尻投手はね、僕、あまり対戦経験がないかもしれない。なんだかんだ。あ、これはファールですね。ああいうボールがフェアゾーンに飛んだ試しがないですけどね。あれをうまく打てる人尊敬します。ということで、しっかり、あまさかの完全に裏かかりました。さあここ狙っていきますよ。ここは甘い球はですね、確実に仕留めていきたいところなんですが、これね、センターに飛ばしちゃいました。ダメですね。これも、あー、ちょっと完全にやられてしまいました、お相手の配球に。さあ切り替えて抑えていきますよ、近藤投手で。ということで、まず引っ張り警戒。さあカットボール外角、これはですね、まだ見せてない球なんで、そうですね。さあとりあえずシュートいきますか。とりあえずこれはですね、見せ球、振ってくれたらワンチャン。やっぱ選球眼がいいですね。なかなかこれは OK ですね。
なかなか思うようにいかない感じですね。釣り玉を振ってもらいたいですね、インコースのシュートのですね。おっと、危ない。オッケー。そしたらとりあえずこれカーブですね。これがですね結構これボール球なんですけど、ふわっとくるんで、ふわっと。オッケー、ナイスボール。オッケー、ツアート。さあ今度年この回はゼロで抑えたいですね。このフォークも相変わらず使っていくと。お、やばいやばいやばい、大丈夫。あぶねえ。あれであんなに伸びるんですね、原尻投手の。いや意外と、あーオッケー、危ねえ。やばい、危ねえ、手出そう。今のカットボールですら手出そうですよ。しっかりと集中して、さあ、いや何やってんの本当に。おーい、お茶っていうね、何してんの、言ってる場合じゃないんですよ。さあお相手の罠にはまっていくというところですね。これもダメですね。あーもうダメ。さあということで近藤選手3イニング目いますか。あ、浜田さんいいですね。浜ちゃんいいですね。僕もね浜ちゃん当たってるんで、育成して代打で使おうかななんて思ってるんですけどね。はい、しっかりと近藤選手の強いところをですねお見せしていきたいところなんですが、どうでしょうこのフォーク。オッケー、ワンダート。とりあえずですね1点でしのぎたいですね。3イニング1点、これ上出来なんじゃないですかね、もし抑えることができたら。いや、うまい。ちょっとじゃあここにストレートいきます。カットボール投げてた場所にストレートを投げます。いや、これ伸びるな。やばい、2失点。さあタイピンチはつかない、相手も広角がつかないということですね。いや、タイピンチの場面でねちょっと投げたいんですけどね。したらこれカットボールさん1回初回に持ってかれてますが、いや反応がいいっすよね。カットボール確実にしばいてきますね。お、タイピンチしました。さあということで余計にですねツーシームが鋭くなるわけなんですが、あえてチェンジアップで1回遊びます。オッケー、ナイスボール。したらですね、シュート、これはまた外します。ちょっとこれあえて入れに行くツーシームでいきますか、1回たまには。オッケー、ナイス。さあ3失点で抑えたいですけどね、またタイピンチがつかないと。いやーちょっと迷っちゃいますね。広角がついてないですね。じゃあとりあえずツーシーム外行くか。これうまく流されたらうまい、相手がうまい。いや、うまい。さあタイピンチつきましたね。なんですけどスタミナもなくなってしまいましたね。とりあえずストレート1回いきますか。はい、ということでとりあえずツーシーム、これはですねタイピンチ、なんですけどもスタミナが切れてるから通常変化と。さあ、あと球威もちょっと軽くなっちゃってんですかね。あー抜ける。さあタイピンチつきましたね。相手が広角出てないのが幸い。とりあえずフォークいくか。オッケー、ナイスボール。で、とりあえずですねちょっともう一回カーブいきますか。これ上から、これ変化量間違えてワンチャンフライとかないですか。よし、オッケー。いやーどうすか、4失点。いいとこ見せられてますかね。ちょっと不安になってきた。終わったー。ありがとうございました。いやーおもろかったですけどね。まあもう1試合いきますか。さあ2試合目ですね、よろしくお願いいたします。今度こそ近藤選手の良さを皆さんにお伝えしたいということで、しっかりと集中してピッチングをしていきたいと思います。去年のスピリーグでは塩見さんが1番っていうのはまあありえなかったですね。まずありえなかった。今年はおそらく塩見さんを最初に相手にするというねシーンが大変多いと思うのでね。 OK、 ナイスボール。さあちょっとこういう球も使ってみていいかなと思うんですけどね、こういう。オッケーですね。ああ、まあボールになる通信ばっか投げてましたけど、こういうのもありなのかな。近藤投手ね、まあ久々にこう使ってるわけなんでね、ちょっと配球の仕方ちょっと忘れちゃった部分もあるんですけど、まあすいません言い訳ではないんですけども。ああ、うまい。いやー怖え、タイピンチついた。タイピンチつきましたね。しかし今年はですねラインドライブやアーチストやらね、広角打法やら本当にヤクルト打線厄介なんで、本当に上手い人相手だとね抑えるのがなかなか難しい、そういった試合
果ですね。どうですか？オッケー。ぜひともこの近藤選手にはヤクルトのリリーフ陣としてですね、力を発揮してもらいたいんですよ。このカーブとかどうですか？お、いいですね。オッケーです。いやー、打つす価値なしのバッティングになってしまいましたね。攻撃はちょっとカットにしますか。まあまあまあ、近藤投手が抑えてくれればですね、僕はもう嬉しいわけなんでございますから。オッケー、いいですね。さあ、いやペタジーニ持ってる人羨ましいですね。僕ペタジーニ持ってないんですよね。なんか打ちやすいっていうね、そういった巷の噂ですが、オッケー。とりあえず広角は、広角ないんで、一回ですね、この外のストレート見せます。うん、興味なしということですね。うわ、危ねー。オッケー。いやー、皆さんにこのですね、インコースの右バッターにツーシーム投げてますが、ほとんどの人がまあ振ってくれません。キレが良すぎるんですかね。曲がりが大きすぎて逆にっていうのもあるかもしれない。扱いづらいのかもしれない。僕がうまく扱いきれてないだけなのかもしれないね。こうやって打たれちゃいましたけども、お、いいですね、杉浦さんね。パワーヒプルヒ、しっかりプルヒですね。これ僕もプルヒ大好きです。プルヒで引っ張るのが大好きです。なんですけども、外攻めをやっぱ食らっちゃうんですよね。やっぱりこう外攻めていきますから、やっぱりね。よし、 OK、 どう、 OK ですね。さあ、この試合はですね、とりあえず2イニング0で抑えることができました。さあ、ということでですね、このイニングですね、しっかりと打っていきたいんですが、全然ダメ。いや、どうですかね、近藤投手。でもやっぱこう長いイニング投げると球種がね、まあ、ツーシームのキレがいいのはすごく強い、タイピンチがあるっていうのはすごくいいんですけど、まあやっぱ中継ぎでの起用がですね、おすすめですね。ボール球先行していくと投げるの球が結構正直しんどい部分があるかもしれないですね。正直ですよ、言っちゃうと。他にちょっとフォークがですね、もうちょっと変化量が大きかったりですね、カットボールに加えてスライダー、もしくは高速スライダーなんかがあったら、もうエース級のですね、先発でバンバン任せていきたいなと思うんですけども、正直ヤクルト打線を相手にするっていうのはですね、ぶっちゃけ12球団の打線を相手にしているのに近しいものを感じるわけなんですよ。ライドラアーティストめちゃくちゃ多いですからね。まあそのね、中継ぎでの起用おすすめします、とりあえず。はい、ただ皆さんにはですね、ツーシームのキレはえぐいんで、中継ぎで出てきた時にですね、しっかりとツーシームのこのキレを頭に入れて打つっていうのをですね、これはもう重要なことですからね。いやー、ラッキー、あぶねー。とりあえず1点。いやいやいや、2点。さあ、最終回2点を守っていきたいと思います。さあ、青木さんですね。とりあえずストレートですね。ベスピが重要ですね。とりあえず投げるときは絶対ベスピ。うまい、時たま投げるカーブいきますか、上からの。これをですね、変化量間違えるっていうパターンも時たまあります。 OK。 でツーシームいきますか。いや、 OK、 ナイスボール。ということで次ちょっとストレートいきますか。インコースにツーシーム投げそうなとこから、あ、ツーシーム、これね、近藤選手あるあるなんですけど、第2球種がストレートってことで、ツーシーム投げたと思ったらストレートを投げてしまうというですね、これしっかりと球種確認してからの方がいいですね。上方向、高めからもフォーク落としていきます。 OK、 ちょっと選球眼がよろしいですね。ということで、うん、ちょっと広角、長径にします。長径にしてツーシームいきます。時たまこれが刺さる。 OK、 OK、 何やってんの。まあまあまあ、間が刺す時もありますよね。まあ落ち着いていきますか。とりあえず広角出てないで、こっちがタイピンチは出てるんで、こういったフォークがですね、ナイスボール。オッケー。いいですね。まあエラーにいちいち一喜一憂してても仕方ないっていう部分があるんで、僕はですね、落ち着いた配球を心がけていきます。さあ、カットボールがそこに決まっていく。あと一つですね。さあ、なんとしても1失点で抑えていきたい。おっと、ありがとうございました。いやー、KK さんありがとうございました。とりあえず2試合で6イニング5失点ですかね。まあお相手2人ともリボン持ちでとても上手い方だったんで、まあそこそこですよね。中継ぎで出てきたらワンチャン結構嫌だということでね。はい、ということで近藤投手の動画は以上になります。皆さんご視聴ありがとうございました。
ー